はい、今回はですね、オーキーさんの方が出ていますこちらですね、ポータブル ILS ステレオオーディオレシーバーモデルが BR-C9 ですね、 C9 ですね、Bluetooth のステレオオーディオレシーバーです。Bluetooth に対応してない機器でも Bluetooth 接続で音を飛ばそうという機械ですね。で、今回は、じゃあこのステレオレシーバーにしたときに、実際どれほど音が変わるか、有線接続と Bluetooth レシーバー本製品を使った場合とどういうふうに変わるかというのをテストしていきたいと思います。はい、使用するのはヨガタブレット3の接続で有線ケーブルで今つないでいます。こちらですね、こちらはこのオキさんのこのポータブルスワイヤレスステレオオーディオレシーバーについていた有線のですねケーブルです。それで接続するのと、こちらに有線を切り替えて Bluetooth 接続した時の、音の違いですね、どれほど変わるかっていうのをテストしたいと思います。それではまず有線の方ですね、テスト音楽を流したいと思います。では、Bluetooth の接続をして、やっていきたいと思います。まず、こいつをオンにして。はい、今、接続中になりましたね。はい、接続が確立されました。で、この状態で鳴りました。で、音声の方だけ。大体同じ位置ですね。はい、これで、では今度は Bluetooth 接続で音楽を流していきたいと思います。流してみましたけど、特に劣化なくクリアな音源が流れているかなと思います。使用環境や接続する距離なんかによってケーブルとかですね、あと機器によっても変わってくると思いますけれども、まあ、最近の機器でこの通信機器ですね対応しているのであればこんな感じでクリアに聞こえるかなと思います。こういったですねステレオスピーカーセットを使わなくなったのもこうやってして、復活して使うことができるのがいいことかなと思います。はい、今回紹介したのはオーキーさんから出ています、ポータブルワイヤレスステレオオーディオレシーバーです。はい、モデル名が BR-C9 でした。